こんばんは、ボスケです。今カリアハイウェイオアシスに来ております。これはですね、伊勢湾岸道のハイウェイオアシスです。なぜここに来たかと言いますと、今ここでですね、観望会をやっておりまして、あそこにいらっしゃる方々は愛知教育大学の天文愛好会の皆さんです。それではちょっとこの観望会に参加してみたいと思います。はい、ここでカリアハイウェイオアシスの場所を説明します。新東名高速と新名神の間にある伊勢湾岸道ってのがあるんですけれど、ここの中にあるハイウェイオアシスになります。で、場所はですね、愛知県の刈谷市にあります。愛教大の近くですね。で、ここなんですけれど、下道にもね、実は駐車場があって、高速道路を利用しない人でも遊ぶことができます。施設としては観覧車とかね、遊園地、温泉等があって結構にぎわってるところです。これが今回見せていただいた ED80SF ですね。ビクセンの望遠鏡です。これで月を見させてもらってます。映りましたね。すごい。クレーターまでくっきり、クレーターまでくっきり映りますね。よし、はい、それでは愛知教育大学天文愛好会の会長さん、横井さんに来ていただきました。よろしくお願いします。ちょっとお話を伺います。それでは、この観望会なのですが、一体いつ頃から始められてるのでしょうか。はい、ですね、こちらの観望会はですね、3、4年ほど前から、こちらの場所で、月に1回ほど、行わさせていただいてます。あ、そうですか。ではこの目的っていうのは、目的としましては、一般の方々にあまりその日常生活ではそのあまり星を見ない人でもその空を見上げてほしいなという思いから、この活動を始めさせていただいております。なるほど、素晴らしいですね。結構お客さんに来てもらってますよね。だいたい1回に何人ぐらいの方が来られますか。そうですね、月に1回その行うその季節とか、曜日によっても違うんですけども、多い時ですと数百人、そうですね、200、300人ぐらい いる時も。へえ、結構やっぱ多いですね。まあ、なかなか天文普及活動大変だと思うんですが、この若い方々がこういうことをされてるっていうのはすごい、いいことだと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。この日はですね、1年生2名、2年生4名、3年生1名に加えて広島大 OB の方にもサポートいただいてました。とても活気あふれるサークルです。いい月取れたらいいですね。頑張れ。なかなか難しいですね。頑張れ。お、いい、いい、いけるいけるいける。おお、いったいった。ちょっと逃げるね。おお、すごい、いい感じ、いい感じ、いい感じですね。今後の観望会などの活動内容はホームページ、ツイッター等でチェックしてくださいね。はい、いかがでしたでしょうか。今回は愛知教育大学さんの観望会にお邪魔させていただきました。また近いところでしたらね、どんどん観望会に参加していきたいと思ってますので、またこのようなレポートでね、お伝えできればと思います。それではご視聴ありがとうございました。